猫ちゃんは日本から一緒にいらしたんですか？あ、そうですそうです、もともと彼が一人で飼ってて、泣いてるよ。突然ですが、私たちの荷物もすべて出し終わって、クリーニングがちょうど終わったところなので、最後に住んでいたお部屋のルームツアーをしようと思います。私たちはワンベッドルームという日本でいう 1LDK の間取りのお部屋を借りていました。玄関を入って正面がバスルームです。お手洗い、洗面所、あとお風呂が全部一緒になっている、海外でよくあるスタイルのバスルームです。バスタブが結構広くて深さも十分あったのがとてもありがたかったです。洗面所の鏡の裏は全部収納スペースになっています。トイレットペーパーは私たちの使い切れなかったものを次の入居する人にあげようと思ってそのまま残しています。ここがリビングにつながっていく廊下なんですけれども、廊下には大きな鏡があって、身支度を整える時とかはよくこの鏡を使っていました。そのまままっすぐ進むとこちらがリビングルームです。テーブルやソファ、テレビ、デスクなど今お部屋にあるものはもともとこのお家についていたものです。イギリスではほとんどのお家が家具や家電付きなので、引っ越してきてすぐに生活が始められますし、初期費用が安く済むのがいいところかなと思います。あとこの部屋はほとんどガラス張りになっているのでとても明るくて、そこがお気に入りでした。そしてすぐ隣にはキッチンがあります。海外のお家では当たり前かもしれないんですけれども、ディッシュウォッシャーとオーブン、あと電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫がついています。このお家は築10年のアパートになるので、もうだいぶ年季が入ってきています。コンロは電気コンロ、4つ口の電気コンロがついています。あと私たちは自分たちの持っているものを使っていたので、普段は全然使わなかったんですけれども、食器や調理器具などもすべて備わっています。次はベッドルームです。この部屋はベッドとクローゼット、あと収納スペースがあります。これは大家さんによるかもしれないので一概には言えませんが、もともとお家についている家具や家電に不具合があったり気になる点があったりした場合は大家さんに連絡すると大体対処してくださいます。私たちの大家さんもすごくいい方だったので、ベッドについて相談したらすぐに買い替えていただいて、新品のものを使わせてもらいました。
収納スペースはもうちょっと大きくてもよかったかなと思います。でベッドルームからは直接リビングに行くこともできます。あとこのお部屋にはバルコニーがついています。天気がいい日にはこの外のテーブルでお茶をしたり、猫ちゃんがやっぱり日向が好きなのかよくここで遊んでいました。そして最後にまた玄関の方に戻るんですけれども、この扉を開けると洗濯機があります。乾燥機と一体型というんですかね、乾燥機能のついた洗濯機がついています。簡単ですがルームツアーは以上です。ここはもともと夫が猫ちゃんと一緒に3年くらい前から住んでいて、結婚後に私も一緒に暮らし始めました。なので私は半年しかこのお家には住んでいないんですけれども、荷物のないガラッとした部屋を見て少し寂しくなりました。しばらくは引っ越しの Vlog が続きますが、またご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。